らです。キュウリもこれぐらいの容器に入れます。いただきます。出ちゃいました、森。うん、何？お肉？これ、ちょっともいいかな。なんか朝からお肉 20% ということで、お昼は旦那氏がインスタントカレーで、私はお肉をこれからやりたいと、やりたいと思います。おかしいよね。そんな言い方してた。うん、取ってるじゃないよね。ファンとファンとじゃれてるだけちゃう。え？ファンとじゃれてるだけちゃう。え、ファンじゃ一人で言ってる。だから声かけられて、歩いてた、歩いて、あせ！あせ！あせ！そんなかっつり気がする必要ないと思うけど。わお！めっちゃしょぼいでこの肉の。ありがとう。なんか私やられたわ。ありがとう。美味しそう。はい、どうぞ。イエーイ！自分のカレーをつゆ知らず。イエーイ！お昼ご飯が決定しました。お昼の？おやつやろ。食べたかったやつ。わあ、よかった。じゃあパン食べますか。食べよう。バナナのカレーパンって何なんだろう。あ、バナナが入ってるんですか。東京バナナのカレーパン。めっちゃ美味しい。はい、次はあんドーナツ、クリームあんドーナツ食べます。はい、パリパリだね。うん、うわ、パンとさ、あんこやばいね。へぇ、かわいいよ、口についてるよ。あ、取れた。
またまたシェア。あ、おいしい。うん、いい辛さだね。うん、おいしい。何が食べたい？カップラーメンの気分じゃないですよね。カップラーメンはちょっと気分じゃなくない？だったら今冷麺、罪悪感が強いね。じゃあ今冷麺食べる？野菜炒めて。今すごくね。でもさ、もう寝るっていう手もあるよ。でも絶対ミドちゃん無理だって。お腹空いてきてるから。ミドちゃん食べたいんじゃん。ミドちゃんも食べたい。だから一緒に半分こで食べようしてるじゃん。してるじゃん。明日何食べたいよ。明日焼きそば。でもうちらまああれだもんな、ラーメン半分シェアとパン1個シェアとちょっとジュースだ。食べない。ちょっと食べた。わかる。ピーチクパーチク言い合ってる。あれもスンドゥブもありましたよ。あ、スンドゥブっていう手もあるよ。豆腐と玉ねぎ買ってんだ。ズブズブでいいじゃん。どう？ほら、お野菜もあるよ。どう？うん、決定した。どうやって？ブナシメジキノコのヨルのパーティーが始まるよ。センデブを食べます。いただきます。あちはい、ということで本日食べたメニューはフルグラ牛乳黒毛和牛の牛丼ミニ、抹茶ティーラテ半分、チーズケーキ4口、カレーパン半分、アンドーナツ半分、バナナシェイク1/3、辛いラーメン半分、スンデブ半分です。この日ちょっと甘いものだったり感触っぽいものが多かったのかなって思ってるんですけども、まあ、基本はね、野菜とタンパク質中心に食生活、健康的な食生活を目指して赤ちゃんのためにも、していきたいと思っております。はい、ということで皆様動画最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらコメントといいねよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。